で今は、お母さんからおっぱいをもらって、日中はほとんど寝てることが多いんですけど、生まれた時に比べてだいぶプールで泳ぐようにはなってきてます。生まれた翌日14日の朝に、一番初めは間違ってちょっとプールに落ちちゃったっていうのが初めてなんですけど、その後からは自分から興味を示してプールの中で泳ぐようになりました。生まれて大体2週間ほどで赤ちゃんの白い毛から、大人のウマフアザラシの大人の毛に大体変わっていくんですけど、今のうちで生まれた子はなぜかちょっと毛根が強いのか、あんまりこう毛が抜けてる様子がなくて、もうすぐ2週間経つんですけど、未だにちょっと赤ちゃんの生まれたままの姿を楽しむことができます。